お、バウアーさん、やっぱりメジャーに戻りそう。見通しは明るいと代理人が明言。トレバー、バウアー投手の代理人を務めるレイチェル・ルーバ氏が4日、大リーグの球団関係者らが一堂に会するウィンターミーティングの会場でデイリースポーツの単独インタビューに応じ、メジャー復帰に向けた交渉について順調に進んでいる。見通しは明るいと明かした。まあ無罪方面なんやからええんちゃう。まだ裁判抱えてるて。宝の持ち腐れやったからな、しゃあない。どこのチームが取るんだ？蒸し返せば破談するやろやれ。5年後にもう一度日本に来てくれ。言うて、日本でもめちゃくちゃ無双してたかと言われればそうでもないよな。安定して QS はしてたけど、投げるたびにに3失点はしてた。まあ怪我なく、日本で通年やれば防御率以外は確実に満たすよな。 2.50 以下は断言できない。ぶっちゃけ来年いたところで優勝は無理だよな。今年しかチャンスなかった。まあ今年もなかったけど、これで来季は育成に全振りできますやん。ダファンはバウアー過大評価しすぎだよ。別にベイスターズのローテでそこまですごくなかったから、バウアーに関しては痛くない。まあええやん、メジャーのトップが日本で見れたのが。順調に進んでるなら具体的なチーム名で出てこなきらやダメな時期だろ。皆さんはバウアー選手の来季どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。